タンボラ山はインドネシア中南部スンバワ島にある清掃火山である。島の北側に突き出たサンガル半島の大部分を占めており、標高2851メートル。山頂には直径約6キロメートル、深さ約600メートルのカルゲラがある。1815年の大噴火は過去2世紀に世界で記録されたもののうち最大規模である。 ベイイコール7。1812年から火山活動が始まり、1815年4月10日から同年4月12日にかけての大爆発音は1 7 5 0トル先まで聞こえ、5 0 0トル離れたマドゥラ島では火山灰によって3日間も暗闇が続いた。高さ3 9 0 0ルあった山頂は2 8 5 1ルに、源氏 面積約30平方キロメートル、深さ1300メートルの火口が生じた。この大噴火による噴出物の総量は150立方キロメートルに及び半径約1000キロメートルの範囲に火山灰が降り注いだ。地球規模の気象にも影響を与えた。この火山灰によって農作物は壊滅的な被害を受けた。また、この大噴火後数ヶ月にわたって、 世界各地で異常な夕焼けが見られ、この1815年の夏は異常に低温であった。同年、アメリカ北東部では異常低温となり、雪や霜が6月まで見られた。イギリスやスカンディナビアでは5月から10月まで長雨が続き、異常低温による不作や食料不足の事態が社会不安を引き起こした。さらに、翌1816年は夏のない年と言われた。 フランス人作家のビクトル・ユーゴーは小説でミゼラブルにて季節外れの雲に覆われた空が世界の崩壊をもたらしたとイギリス人作家のメアリー・シェリーはフランケンシュタインの中で当時の天候について多湿で不愛想な夏と降りやまない雨によって外出できなかったとタンボラ山の大噴火によって引き起こされた異常気象について間接的に言及しているまたナポレオンが ワーテルローの戦いで敗戦に追い込まれた原因の一つは、タンゴラ山の大噴火によって引き起こされた大雨であると言われている。この大噴火による死者は1万人に上り、その後の飢饉、薬病によるものも含めれば7万人から12万人と言われている。現在の活動は、加工堤の噴気活動だけである。世界的に、摂氏1.7度の気温低下が見られた。 スイスでは深刻な基金が見られた。ただし、実際の地球の気温は、蒸気の大噴火より、前の1810年から10年間を通し、0.5度低かったことが分かっている。このことから、異常気象の原因を、蒸気の大噴火とは別の噴火に求める説もある。実際、最新の地質調査により、1809年頃に、地球上の熱帯地方のいずれかの位置にて、 上気大噴火の半分程度の二酸化用の噴出規模の噴火が起きたことが判明している。1815年の後輩分布随士広之著、歴史を変えた火山噴火自然災害の環境仕方な水処方2012年114ページ、AB ナポレオンを敗戦に追い込んだ世界最大級の火山噴火、デビッド・ブラサン、ハットナショナル・ジオグラフィック・ニュース十九世紀の地球低温期、 原因は、謎の噴火2009年12月9日。ありがとうございます。